こんにちは皆さん。とですね、一番最後にチェイド君、チェイド君一番最後にですね、ビデオをアップデートしたのが多分今年の1月とか去年の12月とかそんぐらいだから、約8、9ヶ月ぶりのビデオになるんですけどね、しれっと戻ってくるなって感じでしょ。だからちょっとこうキャッチアップ的な心境報告みたいなことをしようと思います。一番最後に上げたビデオの内容が、ハワイの専門学校に行ってますっていうビデオだったと思うんだけども、まあ、その後どうなったかっていう話ですよね。その後から今に至るので、無事あの専門学校を、予定通り卒業して、時間も必要な分だけ取って卒業して、ちなみにこれあのジェイド君と申します。皆様、私の家族ね、ジェイドだよね、かわいいんだよね、ジェイディはね、ジェイディでございます。ジェイド、もしくはジェイディと呼んでおります。はい、はい、で、その後2ヶ月ぐらい待たなきゃいけなかったんだけど、筆記試験を受けて、で、無事一発合格で、ハワイ州の美容免許を取ることができました。で、その学校に行ってた間、自分の子供はまあ小学校に行くかプリスクールに行くかっていう感じで、まあ、みんな学校に行ってたんです。で、一番下の3歳のエディソンもプリスクールに行ってたんですよ。で、私が卒業するぐらいの時期に、まあ、まだコロナもね、そういう時期だったから、なんかちょっと鼻水が出てたらすぐ電話かかってくるとか、あとちょっと咳してたらすぐ電話かかってきて、学校からで、お母さん迎えに来てくださいと行ってドロップオフするじゃん、学校に下ろして、で30分後くらいとかに電話かかってきたりとかね、そういうのが結構続いたんですね。で、もう月の半分ぐらいは学校から電話かかってきて迎えに行ってるから学校に行ってなかったりとか、あとはちょっと微熱が出ちゃって、微熱が出るとそれから24時間は学校に行けないルールだから、まあ、そういうのだったりとかで、全然学校に行きてなかったんですよ、一番下の子が。で、なんか私的にはね、この卒業してじゃあサロンとかでアシスタントとか働こうかなって思った時に、働けないなって思ったんですよね。こんだけ電話がしょっちゅうかかってきて、迎えに来てって言われるような状況 で、うちの旦那のやってる仕事はそのすぐ抜け出せるような仕事じゃなかったから、もう親のどっちかが常にこう身動き取れるような状況じゃないと今はダメなんだなっていうふうに思ったんですよ、その時。それで今のところは、このなんか子供が生まれるとね、どうしてもお母さんとか、まあ、子供たちにもそうなんだけど、できる時期とできない時期っていうのが出てきて、今はまだその時期じゃないんだなっていうのをすごい痛感して、で、どうしてもやっぱりこの一番年下のエリソンが今3歳なんだけど、5歳になるとキンダーって言ってね、アメリカだと日本でいう年長さんクラスになるんだけど、そのぐらいになるまではちょっと私もしくは旦那が常に身動き取れるような状況で、まあ、エリソンをホームスクールするような形、そう、それだからもうそのタイミングでもう私は気持ちを切り替えて、もうちょっと専業主婦でいなきゃだなって、で、私はもうそのタイミングでもう気持ちを切り替えて、もう少し専業主婦じゃなきゃダメなんだなっていうのをすごい分かったわけですよね。そうなんだけど、あ、で、ちなみにですね、アシスタントしてたよねって、多分私のインスタグラムフォローしてくれてる方とかは何回か私がアシスタントに行ってるストーリーとか載せてたから、多分思った方もいらっしゃると思うんですけど、そうなんですよ。一回ね、ハワイにあるヘアサロンでアシスタントとして働かせてもらってたんだけど、まあ、訳あってそんなに長く働いてなかったかな、2ヶ月ぐらいかな、アシスタントしてたのは。そうなんですよ。でもその2ヶ月の間にものすごいことをたくさん教えてもらって、まあ、シャンプーの仕方からそうだし、アシスタントだね、アシスタントのお仕事
なんかその日本の会社だったから日本のやり方で教えてもらって、だからすごく良かったです。シャンプーのやり方をもうとりあえずひたすらマスター しなきゃいけなかったんだけど、ものすごく良かったです。なんか私がこの私専門学校2回行ってるんだけど、アメリカで美容のねヘアスタイリストの専門学校2回行ってるんだけど、そこでは習わなかったことをすぐ教えてくれて、でなおかつもうホスピタリティとか、どういう風に招くお客様をとか、もうとりあえずお客様のことを中心に考えるっていう感じの、教育だったのね、そこの部屋様は。だから、まあ、人それぞれつく人によって教え方が違うと思うんだけど、私に教えてくれた人はすごい気を使いなさいと、お客様に気を使いなさいとか、もう一つ一つのそのもう触れてるわけだからさ、そのお客様の肌に髪の毛もそうだしさ、触れるじゃない、触れる仕事だから本当に気を使って、やらなきゃダメだよってすごい教えてくれて、すごいいい時間だったんだけど、そうなんです。まあ一回それでアシスタントとして働いたことあって、でもね本当に週末ぐらいしかお店にいなかったからあんまり働いてなかったんだけど、でもものすごくいい経験をさせてもらいました。そう、それでね今はもう気持ちを切り替えて専業主婦っていう感じで生活しているんだけども、皆さんそうなんですけどね、なんかなんかさ、それはそれで自分は気持ちを切り替えて、よしまだ今は私の時間ではないと、まだ子供を優先順位にもちろん置くし、なおかつ小さいからね、まだ3歳とかだから、まだ3歳なんだよ、それでもまだ3歳だから、まだ私はその彼に時間を費やさなきゃいけないなって分かってるんだけど、でもこの学校に行くこととか学校で会う人とか経験することっていうのはものすごくモチベーションも上がるし、なんかよしやるぞっていう気持ちになるわけじゃないですか。でそこに来てのはいまたヒューンみたいな、働きませんみたいな感じになって、でそれでも全然さ、お金を払って誰かに子供を見てもらって、自分は仕事に行くことは全然できるんだよ、できるのか不可能でもないんだけど、でも私はそういう感じのタイプの育児を私は好まないというか、私は全ての子供の思い出になんか自分の存在感がやっぱあってほしくってでなおかつ子供もそれを必要としてる時期だっていうのをすごい私でもすごい分かったから、これは私の人生で私の子供と私の間とあと私の考えでのお話なんだけど、だからみんながみんなさそういうタイプじゃないっていうのも分かってるし、お仕事に全然さ力を費やせる人もいるじゃん。だからそれはすごいすごいし羨ましいなしすごいなと思うんだけど、私の場合はなんかお金を誰かに払って見てもらって仕事するっていうのでも OK なんだけど、どうしてもどこか自分の気持ちの中でなんかそれはまだしなくていいかなっていうか、もうちょっとまあ自分が常にその存在感を子供にちゃんと分かってほしかったわけよ、分かってほしいっていうか、なんかそんな感じなの昔からね。そうだからできないなと思って、でも私がそのまああとなんだかんだ言って2年だから、2年の間ちょっとねもうちょっと時間一緒に過ごせて過ごせるわけだから、でホームスクールって言ったけど、やっぱりさ幼稚園に行くとかプリスクールに行ってる間っていうのはペンを持ってこう書く練習をしたりとか絵の具をしたりとかいろいろするわけじゃない、まあ、そういったことを家でもやるわけだから、そういうのを何だろうかな、家でもやりつつで自分もこういう感じでサイドでねなんか YouTube やったりとかビジネスを副業としてやったりとかできたらいいかなっていうふうに考えているんだけど、いるんだけどもですね、その葛藤、自分との葛藤わかる？やりたかったね、っていうのと、でもわかるよ私はまだっていうのの葛藤で、なんかさもうなんかね逆に育児以外何もしたくなくなっちゃってなんかそういった感情のなんかもうよくわかんないけどみたいな感じの時に、分かってんだ頭でね、分かってんの分かってんだけど、なんかそういう時期にカメラ持ってこうはいこんにちは皆さん今日はねとかいうやるそういう気持ちにならなくて、全然
でそれだったら時間がある時はもう休みたい、何もしたくないそういう時期に入っちゃったの私。そういう時期に入っちゃって、だから全然育児の合間ってちょこちょこ時間はあるじゃない、夜とかもそうでした。で3歳ぐらいになると夜通しで寝てくれるし時間はあるのよ。なんだけど時間があると言うと何もしたくなくて、でひたすら私が時間がある時にやってたことはネットフリックスを見るとかどうしようもネットフリックスを見るとかさ、あと食べ物のことを考えるとか、わかりますこれ、ストレス食いよね、ストレス食いをしたりとか、あとやたら美味しいことを美味しいものばっかり考えるとか、でそのさサイトでさ Yelp とかでさ、もし次機会があるならどこのレストランで何を食べようみたいのをこう調べたりとか時間あるとやってて、でああこういった感じのレストランは絶対子供と行けないなみたいな、っていうか基本うちあんまり子供とレストランももう行かないんだけど、もうちょっと大きくなってからぐらいかな行くのはっていう感じだから、大体基本テイクアウトなんだけどね。そうだけど大変じゃん、絶対水こぼすもん、絶対水こぼす、誰かが絶対水こぼすし、誰かが絶対に何かフォークとかさ、わかる、食べ物とか落とすじゃん。で私はそれを子供だし当たり前だって思えるけど、でもやっぱりその人がさいる状況じゃんレストランって、でそれに気を使うストレスが嫌だから、それだったらテイクアウトの方がマシだから、で家だったらね、でストレスフリーで食べれるから、もうここ数年は結構ずっとテイクアウト、まあコロナの流れでもあるけどずっとテイクアウトって感じなんですよ。だけどその美味しいものを調べたりとかね、それとかさ、あとこれは食べたいけど高いなとかいうのは自分で作る、材料買いに行って作るとかして、もうそんな感じで、だからネットフリックスとかあと食べ物とかなんかそういう感じで、はい、9月今に至ります。皆さんもうこれを更新するときは10月とかかな、ね、なんですよ。そんな感じで生活したので、ね、なんか時間があるときに友達に会いに行ってとかさ、もうそれはもう自分だけと友達だけ、もう子供抜きでね、週末とか旦那さんがさ平日頑張ってるから、俺が子供見るから半日遊んでおいでとか言ってくれるの。だから友達と一緒に遊びに行って、それこそそういう時に行きたかったレストランに行ったりとか、買い物子供と一緒だとどうしても行けないような小物のさお店とかあるじゃない、で子供連れてって触らないで触らないでみたいな、そういうところに行ったりとか、そうやって自分の気持ちをね、こうなんていうのかな、まあ洗浄するように生活してたのね。さ、なんかこういった感情はなんかあんまり説明しにくくってっていうのもさ、ある日ボーンって起こったわけではなくて、こう徐々に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 こう気持ちがなんていうのかな、なんか乗らないな、なんか嫌だなみたいな、なんか鬱っぽいって言ったら鬱っぽいのかもしれないんだけど、なんか結構気分のアップサイダウンも結構あってね。でなんか例えばさ、車に乗って子供たちをさ送りに行って、で帰り道エディソンは車に乗ってたんだけど、車の中でさ入っちゃったのよ。でそれがもう朝一でそのことがあってね。でもなんかその入った瞬間に、今までだったらさ別に OK、 もじゃあ片付ければいい、もう仕方ないから片付ければいいなっていう感じじゃん。だけどなんかさ、あの時期はこの入っちゃったことに対してもう入っちゃったもそうなんだけど、なんかいきなり気持ちがバッコーンって落ちて、でなんかあーみたいな感じ、もうなんかあーっていう感じなの片付けなきゃいけないし仕方ないし、だけどなんかもう本当にドズーンみたいな感じで落ちて、でなんかあー、なんかでも朝もうこれ朝一の出来事だから今日一日こんな気持ちの終わりだ、大変なことになると思って、ねアリソンも一緒にいるし、こんな気持ちでも生活できないなと思ってたんだけど、その日は結局もうエディソンが私をものすごく忙しくしてくれて、そんな気持ちも忘れるような感じでその日は終わったんだけど、なんかそういうことがあったりとかしてね、なんか時期的になんか自分でこう調節する時期だったのかな。そうだから何もしたくないっていう感じで
そうそうそう、それでネットフリックスやたら見て、食べ物を食べて、食べ物のことを考えてっていう感じで今まで生活してきました。ちょっと話がトン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 飛んでてごめんなさいね。でもそんな感じだったの。そう、それで、あ、そうだよね、それでお話ししたよね。それでお友達に会ったりとかして気分を高めてったりとかしてて、ナイスだからさ、みんなあの言ってくれるの、のんちゃんいつ YouTube また上げてくれるのみたいな、見たいよ、ビデオ楽しいじゃん、なんかまた早く見たいよみたいなさ、言ってくれるわけ。なんかお世辞じゃなくて本当に言ってくれるので、あーそうだよね、分かってんだけどさ、なんかビデオ撮る気にならなくってさみたいな、時間もあるんだけどね、撮る気にならなくてねみたいな、そしたらあーそっかそっかみたいな感じでさ、友達はさ別に押さないわけよ、そこまではぎゅうぎゅうに押してこないの、いいからやりなよとかそういうんじゃないわけなんだけど、なんか会うたびに会うたびに、それで YouTube 始めないのみたいな感じでさ、最近どうなのみたいな感じで言ってくれてて、なんかそんなこと言ってくれるじゃん、言ってくれるし、それにさ、こんな私なのに、あのワイキキの方とかのビーチとかたまにさ、あの夏休みの時とか子供連れて行ったら、なんかあのとか言って YouTube 見てますとか言ってくれる人いるわけで、えあすいませんあえってか、もうそういう時になると面白いこと言わなきゃと思って変なとテンパってさ、変なこと言ってさ、もうなんかよくわかんなくなって、子供3人ついてるかもうボロボロです、全然可愛くないんだけど、写真撮ってくださいとか言われてみたいな、そうそんな感じで、なんかさ、なんかだんだんとその気持ちがね、良くなってきたの、なんて表現してるかわかんないんだけど、なんか良くなってきたの、気分良くなってきたわけで、その時期やっぱりさ、怒りやすかったし、なんか常にストレスな感じてたのね。子供もさ、やっぱりこう気分がこうムーディーな感じになるし、私のせいでね、そう、それはなるし、なんかよくね、私ビデオで言ってたじゃん、自分で言ってたけどさ、あの家族の中ではお母さんが一番大事な人なんですよって、お母さんがハッピーじゃなきゃみんなハッピーじゃないからねっていつもビデオで言ってたじゃん。でさ、分かってるし、分かってるんだけど、でも自分がエモーショナルな感情になるとさ、そんなもん全然忘れちゃうのね全然忘れちゃって、でもなんかすごくじわじわと、私があのこの家族の中で私が笑ってないとこの家族は大変なことになるんだなと思ったのね私がハッピーじゃないと、私が元気に毎日やっていかないと、それでね、なんか もっと頑張んなきゃだなとかいろいろ考え始めてたら、気分がね、少しずつ少しずつ、なんかこう元のさ、わかる、私の元の私な感じになってきたの、今みたいな感じね。で、友達の存在はやっぱ大きくって、本当に大きくって、あのこのハワイに引っ越してきてなんだかんだ2年経ったんだけど、また旦那と選んだところが、自分たちの家族が周りにいるような地域ではないところを選んで移住してきてるからっていうのもそうなんだけど、やっぱり家族の助けなしで育児っていうのはやっぱ大変だし、ちょっとちなみにうちのベイビーそこで寝てますんで、そうなんですよ、寝てるんだけどそう自分たちでさ選んできたからっていうのはそうなんだけど、なんかね、やっぱりなんかたまに普通の限界あんじゃん、その精神と肉体の限界あんじゃん、限界があるじゃない、それの全然余裕でその限界も超えるみたいな時とかあって、これさ経験したことある方いるでしょ、お母さんたち、あのさ 2人目まではまだマネージできてたわけ、マネージできてたんだけど、この2から3になる、このナンバーめっちゃ大きいから、めっちゃ大きいで、知らんかった、これがどれだけ大変なことかは知らなかった。で、3人目になった瞬間にいろんなルールとかが壊れ始めていろんな今まで頑張ってやってきたこととかもなくなったりとかね。それでやっぱりこの引っ越してきたところっていうのも、自分たちの家族がいないじゃない、近くに、だからちょっと今日さ、もうなんか頭痛いから子供見てほしいって思った時でも、やっぱり頼れるのは旦那しかいなくって、でもそういう時も旦那も同じようなことは感じで考えてて、でも2人でもみたいな
こととか、でも子供は子供のままだしね、っていうこととかがあってさ、すごいなんかやっぱりその家族が近くにいないんであれば、もう自分たちで家族みたいな人を作っていくしかもないわけじゃないですかね。でそれでハワイに引っ越してきてからはね、ご近所さんもナイスだし、私が仲良くしてる方たちは大体私よりも全然年上なんですけど、一回じゃコロナになったんだよ、家族みんなで。でいう時も食料品バーって買って持ってきてくれたりとか、私がこれからポッドキャストを一緒にやるカホちゃんも食料品わっさー買って持ってきてくれたりとか、すごいね、2年しか経って住んでないんだけどね、ハワイに、ここの新しい家に引っ越してきてからかな、なんかすごく親身な知り合いが結構増えて、ですごく精神的にも助かってるし、友達とかはベビーシッターするよって言ってくれたりとかして、でそれにねプラス今年ね、うちの旦那のいとこ、その子は高校卒業したばっかで今大学生なんだけど、ハワイの大学に行くために引っ越してきたいとこがいてね、で彼女のその専攻がなんだっけ、学校の先生になるための勉強だから、子供を好きなのよ。だから彼女に前は一回お願いして、自分の誕生日、私の誕生日の時のディナー、旦那と二人行ったんだけど、それもベイビーシッターしてくれて、だんだん周りにね、そういうサポートを心からやってくれる人たちがこう周りにでき始めてきて、なんかそれでこの気持ちがだんだんこうなんていうのかな、良くなってきたっていうか、落ち着いてきたっていうか、なんかいい方向に進んできた感じがすごいしてます。そうなの、そんな感じだったんですよ。皆さんちょっと長かったでしょ。そうなの、でもなんかね、育児してるとこれはさ、家族から離れてね、家族がいないところでやってきたからとかいうのよりか、やっぱり育児をしているとやっぱなんかそういう時期ってあったりするのかなと思ったり、私だけではなくてね、なんかふとすごく悲しくなったりとかさ、常に毎日ハッピーで何でもかんでも元気でやるみたいなお母さんもいると思うんだけど、なんだろう、なんか、そういう時期に入っちゃったんだよね私。不思議でしょ。そうだから自分でもびっくりしたんだけど、なんか全然なんかそうだけど、なんかね、うちはさ子供が3人だけど、3人以上子供がいるお家とかもあるわけじゃない。ほんとすごいよね。なんか誰もがね、大人になるとこういう時期ってあるのかなって思ったりしたんだよね。なんとも言えない、なんか表現はできないんだけど、簡単に自分の知ってる言葉で表現するとちょっと病んでたのかなっていう時期も、もしかしたら病んでたのかなとも思うんだけど、でも全然なんていうのかな、常にドヨンドヨンドヨンっていう感じでもないし、どっちかっていうとこの気持ちのアップサイダウンが結構ある感じで、そう、まあ、だけど今はね、割と全然そんなことはなく、なんか振り返って見れるぐらい、自分はこんな感じだったなみたいな感じで思えるぐらいで、そうなんです。だから今はね、気持ち的にもなんかいい感じで、はい、全然話がまとまってないと思うんだけど、いい感じなんです私今、 OK？ いい感じなの。でもこういう気持ちになるなった方がある方とか、これからもしかしたらそういうことがある方とかでも全然 OK。正直な話さ、解決の仕方はそれぞれ違うと思うんだよ。私もどういうふうに解決していいかもわからなかったし、なんか今解決できてるのか 100% って言ったらよくわかりませんけど、とりあえず気分的には今すごくずっといいんですよ。そうで、なんかあああんな時期あったなっていうふうに振り返れる時間ぐらいだから、良くなったなって感じ。私はまたね、YouTube を再開しようと思うんだけど、皆さん、私の悪い癖がさ、まず YouTube やってるんだけど、
もう基本 YouTube は自分のサイドの仕事としてやっててね、今までずっと。でなんか大変、自分のその私生活とか子供のこととか大変な時期に入ったりとか、ホリデーの時期に入ったりとか、なんかさ忙しくなると、もう YouTube はサイドにこう、もう もともとサイドだけもっと奥にしまったりとかしてるわけで、自分の生活が一番と思ってたんだけども、なんか結局そうやってさ、私、まあ、気分でやってたから、更新のさムラが結構あったじゃんか。でいきなり2ヶ月あげなかったりとかあったじゃない。で私あれ自分でも良くないと思ってたんだけど、なんかどういう風にやれるのが一番今自分にはいいのかなと思って、で考えたの。今エディソンが3歳で、ほら赤ちゃんしてないからさ、こうやって昼寝してくれて、で1日に数時間日中時間くれたりするのよ。で昔はね、テレビをその時は見てたりとかしてたわけ。ネットフリックス見たりとか、本読んだりとか、 YouTube 見たりとかしてたの。だけどやっぱこういった時間をその YouTube のフィルミングに当てたりとか、エディティングに当てたりとかで、まあ、こういう気持ちになってきたからっていうのもそうなんだけど、友達とポッドキャストも始めることにして、でポッドキャストの、編集、あ、撮るのはまあ基本夜やってるんだけどね、編集とかも、まあ、ビデオも撮るから、そのビデオの編集とかっ って考えると、私はもうこれを仕事として考えた方がいいんだなと思って、で今自分が考えてるのは、まあ、週1でフィルムして週1で上げるっていうこのルーティーンを、月曜から金曜日の中でこう何曜日は撮って、で何曜日に編集して何曜日に上げるみたいな感じのリズムを、もう週1でビデオアップロードするっていう感じで、もう自分でノルマを作って、ノルマっていうとちょっと重たすぎるんだけどさ、でも私の場合そんぐらいやらないと多分またレイジーな感じになっちゃうんだよ。だから期間を決めてね、1年間週1でビデオ上げる、どうでしょうか言っちゃったけど、どうでしょう、どうでしょう、できると思う、どう思う、できないと思うでしょ、できないと思うじゃん。でも私頑張ればできると思うんだ、頑張ればできると思うの。だからもろオフィシャルでは言わんけどね、週1で1年間いや言わんけど、でもコツコツ頑張る、コツコツ頑張る、そう思います保険かけすぎじゃないこの言い方絶対はっきりとやるとは言わないっていうね。で一応さ、なんか今までのもあるから、なんかいきなりドバッて忙しくなるとさ、週1どうだろうなと思うんだけど、まあ、ちょっとまあさ、そんな感じでまた始める。とりあえず1年間頑張りたいなと思って。ね？とりあえず1年間。それは決まりよ。とりあえず1年間頑張ってみよう。で、その後また様子見てみようかなと思って。でね、このさ、休んでた時間、私、ネットフリックス見たりとか、なんか友達に会いに行って、いろんなところに行ったりとかしたんだけど、それでさ、いろんなインスパイア受けたの。いろんないいインスパイアをいっぱい受けたわけ。なんかさ、そのビデオをこう作っていった時っていうのはさ、もう自分のビデオの流れとかも全部なんか自分のビデオを見る感じで見ちゃってて、でなんていうのかな、なんかこう私の色がやっぱ出てくるんだけど、それでこう同じことの繰り返しみたいな感じになっちゃうんだよね。でなんか自分がやっててもつまんないなっていう雰囲気になってきちゃったりとか。だけどさ、そういった時に同じ土俵の、わかる？例えば他の YouTube やってる人の見に行ったところで、なんかインスパイアを受けるけど、でもさ、結局コピーになっちゃうんだよね。これカホちゃんとも喋ってたんだけど、ポッドキャストで。そう、でもそれは面白くないじゃない？それよかさ、インスパイアっていうのはさ、そういう同じ土俵からもらうんではなくって、なんかもうちょっとこう、例えば、ハイクに行った時のこれがとかさ、あとね、このレストランに行った時のこのメニューのこの、なんだろう、ディッシュに入っててこれとこれの組み合わせがめっちゃうまかったとかさ、なんかわかる、なんかいろんな感じでインスパイアを受けられた時期でもあったんですよ。だからね、
いろんな意味で良かったんだけどね、そのずっと、とりあえず自分は何もしないでテレビを見たりとか興味のあることだけをなんかもうただ何もしない、インプットするだけ、アウトプットだけ、こう見るだけみたいなさ、聞くだけとか、そんな感じでやってたの。でもすごいそれも逆によく良かったから、うんと、それもちょっと踏まえつつ、週週週週週一で出せたらいいかなと思いますよ。はい、で軽く最後に付け加えますが、皆さんそんなこと言っている間にですね、私はサイドビジネスを始めたんですよ。何言ってんのって私、あのね、これはずっとあの頭の中であってやるって決めてて、何年もあの何年も何年も何年も、正直2年ぐらい前からあのこうこねにこねにこねてたものなんだけど、形化したのが今年だったんだよね。扱っているものはサステイナブルのものとかエコのものとか、地球に優しかったりとか再利用できたりとか、無駄を出さないとか、そういったことにフォーカスした商品たちなんです。で、自分が本当に実際使ってて好きなものとか、あとは自分のオリジナル T シャツもあって、私のオリジナル T シャツはもうオーガニックのコットンにこだわって、でなおかつそのプリントとかもローカルのプリント屋さんにお願いしたりとかして、結構あの気持ちのこもった T シャツになってるんですけど、まあ、そういったのもサイドで始めてはいるんです。形になるまでね、この今年表に出てきて形になるまで結構時間のかかったものだから、なんだけどすごく気持ちがこもったお店になってますんで、気になった方はぜひ詳細欄のところに貼っておくので、ぜひ見てみてください。はい、そんな感じで私は8ヶ月9ヶ月間生活をしてきました。で、これからも今までの VV な感じでやっていこうと思います。そしてポッドキャストの方もぜひ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 聞いてね。そんな感じで今日はこのビデオ終わらせようと思います。見ていただいた方とてもありがとうございました。共感してくれてる方いらっしゃいましたら、ぜひコメントに残しててくださいね。 Yes! OK! ではまた会いましょう。バイバイ。週一なんて言ってもた。 It's happening. やる気ないで。